談合坂サービスエリアですね。こちらは長野県の方に行く方の談合坂サービスエリアです。駐車台数はかなりいっぱいあるんですけど、何台止められるのか分かりません。300台ぐらい止められるのかなと思うんですけど、でフードコートが結構充実しているのでご飯にはいいと思うんですけど、24時間営業も結構多いですね。意外に洋食が24時間なんですね。アホートとかはあるんですけど、でこの区画は外だったんで、この B1 チャンピオンとか串焼きとかソフトクリーム屋さんと、こうですね、たこ焼き屋さんは外ですね。でこのスタ丼は並盛りだと男性でもちょっときついぐらい多いです。だから女性は S でいいかなと思います。今日食べたのはこれです。無難に放蕩はいいかもしれないですけどね。お土産にはあのインデンっていうものがこの辺りでは有名で、あとやっぱ信玄餅ですかね、お土産ではいいんじゃないかなと思う。談合坂サービスエリアでした。